こんにちは、ワッチャムシーアカデミーパフォーマンススーパーバイザーのダイスです。今日はランジエクササイズについて紹介したいと思います。ランジエクササイズですね、ランジ、こういったエクササイズですね。ランジエクササイズは、様々な方向転換やストップ動作を行うバスケットボールにおいて非常に大切なエクササイズとなります。ストップ動作ですね、ストップ動作だったり方向転換、そのために片足を出してその体の体重をですねうまくコントロールできるようにする、それがランジエクササイズのバスケットボールにおいての一番の目的になるかなと思います。ではちょっと紹介してみます。こうですね、これがフォワードランジ、前側に前方向に向けてのランジです。でこれにちょっと横方向も入れたいと思います。横、前、横、前ですね。方向転換、ストップ、方向転換、ストップ、このバスケットボールの動きをイメージしながらしっかり自分の体の中心位置、重心がどこにあるか、そしてバランスをうまく取りながらできるかということを自分で確認しながら行います。これでバランスがうまく取れないだったり体に何らかの違和感、痛み、もろもろがあるようだと実際の本番でパフォーマンスが発揮できません。なのでこれ、行ってみましょう。前、横、前、横、5回ずつ、最低5回ずつですね、5ですね、それを左右、右、左行ってみましょう。で3セットほど、5回を3セット左右で行ってみてください。もし体に痛みや何らかの問題がある場合は専門家の方に相談してみてください。今日もバスケットボール楽しんでください。